はい、今回スーパードラゴンボールヒーローズになって、ちょっと連呼してきたのでその結果を報告です。ちょっと排出一応右シリンダーと左シリンダーで分かりやすくなってたので分けてはいたんですけど、ちょっと分かんなくなっちゃったのであんまり参考にはならないかもしれないです。クリリン、トランクス、ミライ、ジースで一番最初に出た SR 以上が、このキャンペーンのゴールドキラッキラのブロリースーパーサイジン4でした。はい、これ確か全員4種だったかな、全員スーパーサイジン4ですね。悟空と、ベジータとゴハンとブロリー、はい、とリクーム、スーパーレアのベジータ、ゼノ、ギニュー、レア、サイアックマン、スーパーレアのトア、孫悟天、パン、シュンシュン、キョアックマン、レアの、孫悟空で CP のザマス。これすげー綺麗ですよね。結構 CP 好きなので今回は集めたいかな。で別ので、孫悟天、クリリン、レア孫悟空 GT、 トランクス幼年期、ヤムチャ、ザマスのスーパーレアで、ここまでは同じシリンダーかな。で別のシリンダーでザーボン、孫悟飯青年期、バータで、トランクス未来の CP ですね。これも綺麗で、これで多分同じ台が終わって別の台で、トランクス CP、 ヤムチャ、サイアックマン、レア孫悟空少年期、ドドリア、バーダックで反対シリンダーかな、クリリン少年期、ビルス、クリリン、トランクス GT で、初の UR は、トランクスゼノでした。新規の、キャラであれば、まあこれが一番欲しかったかなっていう感じですね。一番は UR だと、あの前王の悟空が一番欲しかったんですけど、まあ、その次あたりこれが欲しかったかな。はい、でこっからちょっともうわけわかんないのでちょっと参考にならないと思うんですけど、リクーム、ジース、レアウィス、キュイ、バータ、ヤムチャ、レアピッコロ、バータ、スーパーレアとはサイアックマン、バータ、ピッコロ、レア、アバリ星人、ハルハル、トランクス幼年期、ピッコロ、ベジータ GT のレア、魔人ブーゼン、亀仙人、レア、ババリ星人、スーパーレアのフリーザゼノ、ドドリア、クリリン少年期、孫悟飯少年期レア、ババリ星人、孫悟天 GT とはスーパーレア、これよく出ますね。シュンシュン、フリーザレア、ネイル、キュイ、CP の孫悟空ゴッド赤髪ですね、と悟空ブラックの CP、以上ですね。まあ、とりあえず、シークレットのベジット狙いだったんですけど今回は出ませんでした。またちょいちょい、狙っていこうかなとは思ってます。それではご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。